はい、どうもケンズキャンプ TV です。はい、前回上げた動画の31日目の1ヶ月バロッコ生活31日目の動画の撮影の後に今撮ってます。実はですね、朝から100円ショップ巡りをしておりまして、いろいろと買ってきました。巡ったといっても、まあ、2、3店舗しか巡ってないんですけど、まあ、ちょっと自分が惹かれるもの、とりあえずこれってよりは、あ、もうこれがいいっていうものだけをこう選別して買ってきたので、まだまだ欲しいものはね、色とかが気に入らなかったらこう買ってないっていう感じなんですけど、ひとまず何個か買ってきたのでご紹介したいと思います。はい、結構買いましたからねこれ。はい、そしたらまずはゴミ袋です。これが意外と必要で、やっぱ生活中に限らずね、キャンプ行った時もなんかね、こう忘れちゃうんですよね結構自分って。動画中で結構おっちょこちょいなとこ見せちゃうんであれなんですけど、ということでこれが手提げ型、これがあのゴミ袋、逆ですねこれ。45リットルのゴミ袋です。はい、これを常備していつでもこう捨てられるようにしますね。いつもはこう買い物で使ったあの袋にそのままこう捨てるっていう感じだったんですけど、これがあればそのままねゴミ捨てに出せるというところで買いました。はい、続きまして滑り止めマットですね。はい、お気づきの方もいたと思うんですけど、これこのスペースってなかなかやっぱタオル類かカメラスタンドを置いてたんですけど、そういったものしかちょっと入らなくて、なんかデッドスペースになりがちなのかなってことで、まあ何かこうこういうの入れてるよっていうのはあると思うんですけど、自分はやっぱ個性派を目指したいので、あそこ飾り棚にしちゃいます。やっぱりこう見た目で楽しみたいっていうところがあるので、はい、そのためのこれですね。やっぱあそこに置いていくだけだとさーってカーブごとにね動いてるんですよ。なんでマット敷きます。はい、あとは両面テープ、まあ何かと使います。それから、はい、キッチンクリーナー、これがあればねいつでもふきふきいきますね。はい、キッチンタイマーです。はい、結構スリムタイプのミニタイプなので、パパッとこうタイマーできるんじゃないかなと。結構茹で時間とかを適当にやっちゃってたんで、まあこれを使ってね、今後調理するときに役立てたいなと思ってます。はい、これ S 字フックです。なんか使えるかなと思って買ったって感じです。これはなんかこことかにつけたらなんかぶら下げられるのかなみたいな、感じですね。あとはこちらはですね、ランチクロスです。はい、要はご飯の下に敷くやつの、こういうなんかレトロ系というか、なんかこういうの好きなんですよ。でデザインもなかなか良くて、どうですかこういう感じ、まあ、こういう感じですよね。おしゃれじゃないですか。はい、でイメージとすると、あ、これ買いました。あ、ひとまずなんかこれちょっとなんか欲しいなと思って安かったんで買っちゃったんですけど、スノーピークのお皿、例えばこういうことですよね。こういう感じでしょうか。映る、例えばこういう感じでご飯食べたらなんか気分もおしゃれに浸れるかなと。はい、そのランチマットが2種類と、これコースターも買ってきたんですよ。これ布のコースター、だこれもさらにこういってこうやったらもうどうですか、ほらなんかおしゃれじゃないですか。なんかおしゃれ路線に乗ってきましたね自分。はい。次はですね、小物です。小物関係、はい、これバケツ。飲食店の後ろとかにありそうな大きなバケツの、なんかブリキのおもちゃですね。はい、あとはこういったバケツですね。可愛くないですか、こういうバケツっていうか、こういうやつね、おしゃれじゃない。こういうのもそういうスペースとかにこう置いていきたいなって思ってて、可愛いですよね。で、まあこれも買いました。まあ、なんか入れられればって感じで。はい、で小物関係まだあります、ここに。はい、ということでその他に買ったものを紹介します。まずはこのおしゃれな、何でしょう、これアルコールの瓶みたいなやつ。続きまして、何でしょう、このフラスコみたいなタイプですね。かわいいね。はい、次はこのコルクの線がしてある瓶です。あとはまあ色違いで揃えたんですけど、こちら電球をね逆さにして置いとくみたいな瓶なんですよ。すごく可愛くないですかこれ、この辺のシリーズ。はい、これが今日買った小物たちです。はい、ここにじゃあ以前買った小物を足していくと、
まあ、後ろにあったやつですよね。この辺、はい、この辺とキッチン窓の方にあったのがこのじょうろと草ですね。後ろの方がいいか。はい、今こんな感じでね、結構ありますね、小物。はい、まあ、あの、自分これをね、こんなのちょっと邪魔じゃないのって思うかもしれないんですけど、自分はこういう小物を眺めることによって結構心が安らぐというか、気分が浸れるというかね、っていうのがあるので、自分は逆にこうバロッコをどんどん個性的におしゃれにしていきたいと思ってるので、これ全部置きます。はい、それではセッティングしていきます。はい、こういう感じになりました。はい、滑り止めがおしゃれで、問題後ろなんですけど、はい、こんな感じ。これカメラスタンドね。ちょっとカメラスタンドだけ浮いちゃってるから、なんか考えようかな。だね、結構こう雑貨雑貨してて、いや、おしゃれなんですよ、見た目は。こういう感じ。どうですか、なんか雑貨屋さんみたいじゃないですか。はい、ただね、滑り止めしてても多分カタカタ言う。この辺の対策ちょっと考えないと、ちょっと走行中カタカタ言っちゃうかなっていうところがありますね。まあ、ひとまずこれで様子を見てまたレビューします。はいはい、ということで、こんな感じにできました。はい、あまりちょっとガチャガチャした感じにはしたくないんですけど、ちょっとガチャってますよね。まあ、おいおいこうレイアウトとか考えていくにしてね、今とりあえず置いてみたって感じなんですけど、はい、今ね、お願いしてるのがちょっと通るか分かんないですけど、壁紙を張り替えたいんですよ。はい、もう壁紙変えちゃえば、それこそもう真っ黒のバロッコって結構ほら今まだ少なくて珍しいって感じなんですけど、じゃあ内装の壁紙が違うやつ、これはね、自分が初めてになるの。いや、貼ってる人いる？分かんないけど、貼り替えちゃいます。はい、貼り替えるというか、上から貼れるような壁紙を買って貼ります。はい、てか貼っていただきます。フィールドライフさん、ちょっとお願い中なんですけど、まだ返答待ちです。はい、あとはいろいろちょっと家具の配置とかも、ちょっとね、個性的にいじりたいなと考えて、まあ、リフォームですよね、をします。はい、これも1ヶ月過ごしてみてやっぱ感じたことですので、やっぱそういう1ヶ月ずっとここで生活してる中で見えてくるものじゃないのかなっていうところです。はい、ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。